鉄王光仙権の鳥虫書。右列上から、腰王、左列上から、字、ながら鳥虫書きは、古代中国で使用された漢字の書体の一種。主に、中国大陸南方で用いられた装飾書体である。鳥虫天などの名でも呼ばれる。この書体は、鳥虫書き、き鳥虫天、鳥虫文などとも呼ばれる。鳥のような頭尾を追加した鳥書と、 曲がりくねった虫書を合わせた名称である、ともされる。なお、虫は、あらゆる生物を含む概念である。坂田光は、鳥虫書の特徴として、以下の三つを挙げている。同じ文字であっても、字体や書体が全く違う場合もある。高木光は、鳥虫書きで記された名文は、王の手元を離れない、岐に、 由来や所属といった定型的な内容を記しているものであることから、言語を伝達するという文字の機能が形外化しており、造形表現を重視したものと捉えている。越王高専圏には鳥書きで文字が刻まれている。鳥虫書きは、春秋時代中期に初めて登場した書体の一種である。金属機に鋳造されたという点で金文の一種とみなす見解もある。主に、暮れ、コシ その長江流域三国で用いられた。特に古史の遺物が多い。このほか宋などの高賀流域や、祭などでの妖霊があるが、古史の影響とされている。鳥は鳳凰を模したものとされ、長江流域の三国では、氏族の神として鳥が神聖死されたことと関連付けられる。千の屈曲には、 竜や蛇を霊獣として尊ぶ思想と関連があると考えられ、宗教的な意味合いを持つ装飾文字と考えられている。鳥書きは古紙の制動器や鉄器に使用されている。特に剣など武器に所有者や完成の日付を示すのに用いられた。越王光線剣に刻まれた文字はその代表例である。鳥書きは制動性の容器や玉器にも刻まれることがある。の印や 画刀や、レンガなどにも用いられることがある。虫書きはより一般的で、クレもしくはスワイに由来する。制動性の武器や容器、玉器、印象、あるいは建築物の装飾品などに用いられた。五王房鉾に刻まれた文字は、その代表例である。鳥虫書きは、奇抜な書体、理解し難い文字とみなされてきた。五感の頃に、書体を整理する最初の試みが行われた。 漢女芸文詞は六体の一つとして無書を掲げる。巨神は、説問開示において、旗の八体の一つとして無書、新たの陸書の一つとして鳥虫書を掲げる。現代においても、書家や天国家が鳥虫展を手掛けている。ありがとうございます。